はい、どうもこんにちは、こんばんは。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト8のクリア後をやっていきたいなと思いますね。ですね、前回から何が変わったかというと、まあ装備とかは変わってないんですが、HP をね、ゼシカをちょっと400台までしたかったので、ちょこっとレベルが上がりました。まあ、70ぐらいもいっていいかなと思ったんですけど、まあ、さすがにそこまで上げちゃうとあれかなと思ったんで、一応まあ、400まで欲しいなと思ったんで、まあ、400まで上げて、まあ、ちょっとだけレベルが上がりましたということですね。で、前回の動画ちょっとやっぱちょっと見たんだけど、あれ、ギガデインとおっさん呼びで、多分2000ダメージぐらい入ってたから、あれ、もしかしたらもうちょっといいとこまで行ってたんじゃない？いや、あれの、ね、HP がどれくらいかわからないよ、あの竜のね。でも結構いってたんじゃないのかなっていうのが思ったんで、まあこれちょっと上げるのもあれかなと思って上げなかったんですけども。で、前回の範囲をちょっと自分で考えたんですけど、やっぱりあのマヌーサー、やっぱ攻撃がやっぱ当たんないっていうのがね、あれ当たってたら多分勝ててたと思うの。と、もう一つ、ククールの MP がなくなってベホマラ使えなくなっちゃったっていうのがあったりしたじゃないですか。で、思ったのが、でね、あの魔法のダメージもなんかさ、貯めるでさ、魔法のダメージも上がったっていうのあったじゃないですか。ライドンの塔であったでしょね。あれと一緒でベホマラーの回復量ももし貯めて増えるんだったら、あ、これ MP 節約になるわけじゃないですか。だから2倍だって100回復するとこ貯めて、いや、だから、あ、今回何もすることないって、でも一応ベホマラ使おうっていう、こう、なんていうんですかね、一応使っとこうっていう時あるじゃないですか。で、あの時に貯めるを使って、その後にベホマラ使えば2回分のベホマラーの量なんだけど MP は節約できるっていう、なんとお買い得プランがあるわけじゃないですか。あ、それいいなと思って、試したことないので、まあ、ちょっと試そう。それとゼシカのハッスルダンスも貯めるで、で、回復量増えるのかっていうのもちょっと試し、ちょっと今試そうかなと思っております。で、もう一個で、そうするとヤンガスとか攻撃当たんないからどうしようもないからこれに関してはね、マヌーサだから。なので貯めるのの賢者の石で回復量、だから賢者の石すら使わせようかなと思って、まあ、こうだよね。だからマヌーサだから攻撃が当たらないから、だから、まあ、呪文で倒すパティンだよね。だからゼシカ、ククール、メラゾーマとね、バギクロスかなとかちょっと思ってんだけど、で、ヤンガスはひたすら賢者の石かなと思ってたよ。で、ちょっとそれをちょっと今からちょっとね、変わるかどうかだけちょっとここで試そうかなと本当はね、本当なんですよ。あの、これ多分調べたらすぐ出てくるんですけど、まあ、ここまでね、完全処刑実況やってますんで、もうちょっとみんなさ、悪いんだけど付き合ってもうちょっとだけ、もうどうせ終わると思うから、もうちょっとだけこのスタイルをね、ちょっと皆さんよろしければちょっと付き合ってもらえると助かりますさあ来た。でもってまずは作戦で貯めます。戦う、まあ青さん貯めなくていいんだけど、でアンガスも貯めます、貯めます、貯めます。でハスラーダンスとベホマラーの回復力が増えんのかなっていうことで、そうするとまあ節約にはなるわけだ。31、まあ、いや、もうちょっと食らってくれるのね、まあ、どうせ食らうでしょ多分ベホマズンとか。28、あー待った、あいつ2回攻撃すんのか。だからこの貯めるが、例えばこれでほんとベホマラが2倍になるんだったら、まあ貯めて打った方のが、まあいてつく波動がちょっとね、やめてちょっとで待って、でもって、まあいいや、ここでちょっと貯め、呪文ないのか、貯めとこうじゃ。で、道具でいきます。賢者の石100からだけど使ってみます。で、ゼシカがどうしよっかな。ハッスルダンスの回復量、まあ見れないけど、まあいいや、70ぐらいしか回復しなかったから、やばい、死ぬんじゃねこれちょっとだ、お、待ってくれ待ってくれ、ここでちょっと待ってくれ、検証じゃなくてここで死んでしまいそうな予感がするか、やめて、うわー、マヌーサーいいや、な、嫌がらせかマヌーサーよ、わかんない、マヌーサ対策ってあんのかな、調べたらわかるんだろうけど、それもね、ここまで来たんでもういいかなと思って、ちょっと待って、見てみよう、ハッスルダンス変わるかな。70ぐらいしか変わらなかったの。ああ、増えてる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 の、増えんのか。賢者の石はやめて、その2回攻撃やめて。賢者の石どうなの、あ、賢者の石は買わねえや、変わんねえや。おーっと待ってちょっと待って、もう殺されんのかい、そこで。なんか50までいってるぞあいつ、やばい、ちょっと危ない、ちょっと待って、
防御、防御、呪文、ベホマラ、まあ上がるかどうかだけの現象だから、まあいいや。で呪文でメラゾーまで、まあ、ちょっと待って194、まあ上がってることは上がってんのか、上がってるから、おおすげえ、めちゃめちゃ上がってる。ベホマラ、いやでもいてつく波動あるじゃん、言うてもあるじゃん。死ぬ、危ない、こいつテンション50まで溜まってたぞ、そういえば。あー、じゃあいけんのか。ちょっといい、これ装備ね、装備していい、覚えちゃったのこれ、よいしょ、行こう、普通に特技で、さあ終わりにしよう、ベホマラね、メラゾーム OK、だから、どうすっかな、メラゾーマひたすら打っていくのか、それしかないよね、だから、そのパティーンか、だから、だよね、それでやっていくか、やめ、ナイス、見て、初めての、覚えたの、これを、203、そんなに、あれ、4発ぐらい殴ってなかった、今。4発ぐらい殴ってなかった？逃げれねえ。違うだ。もう終わり、もう分かったから。もう大丈夫。死ぬんかいね。で、死ぬんかい。で、死んのかい。よし。もうちょ。いや、違うじゃん。もう行きたいから。分かったから。オッケー。よし、オッケー。さあ、検証終わった。よし、オッケー。ベホマラーの回復力は増えます増えました。ってことは、あー、ここっていう瞬間あったじゃん、あの瞬間はあれだ、オッケー、大丈夫、あの瞬間はためよう、だからためれば節約になるから、それでちょっともういけんじゃないのかなと思うんだよね。さあ、すいません、ちょっと今検証結果来ました。あなたを倒すために2日かかりますよ、これかかりましたよ、倒せるかどうかわかんないけど、さあ行きましょう、来ました、分かってます、前回隠してありがとうございます、デュランタイプですね、あなたデュランタイプですね。さあ来ました、そういう何も変わってませんが、根持って戦う特技どうしよっか、いや MP を節約したいから、まあ行きましょう、いつも通り行きましょう、またこれで行きましょう、普通に攻撃、まあ MP 節約ですよ、さあ行きましょう、あ、待った、忘れてたー、そうだな、お亡くなりになったの忘れとった、やってもたー、80、124、オッケー、76、230、やばい、すっかり忘れてた、前回いなかったんや、ナイス、2769、強い、5、これはまだね、ここで節約していかないとね、これでかいな、ここ3人と、いや早いな、早えな、しかももうまあ行こう、大丈夫、行こう、これはあるんで、このジェットストリームアタック的なやつ、いやトリプルソードか、オッケー、294、よし、これはまだ、いや違うな、なんだっけ、ジゴスパーク的な、なんか来てなかったっけ、倒したい、今回は20まで倒してんのか、53、いやジェットストリームアタックでいいんだわ、前も言ったけど、お前ら、我がみたいな、俺が倒すみたいじゃなくて、そこは団結してくれよ、500ぐらいダメージいくだろ、ジェットストリームアタック、お、367、ずるい、2回攻撃切った、これ半分竜なのか、これジゴスパークだよね、この感じ、うわ強い、なんか勝てる気がしないいや勝てる気がしない、溜めてる、やめて、一人減るとジェットスリームアタック、ずるい、分かってる、
る。一匹。オッケー。オッケー。オッケー。でもこれはまだあれなんだよね。これはまだあれなんだよね。楽だったんだよね。もうずるい。そのもう夜中のパンツ男と一緒でずるい。20までいってる。シンク派。強い。普通に戻った。オッケー。いやーもう一匹当て、当たってからいって。さあ来ましたよ。さあ皆さん来ましたよ。さあ来ました。で、戦う特技。何が良かったですかね。はやぶさ斬り。はやぶさ斬り。これドラゴンなのかな一応。ドラゴンにしたのかな。ドラゴンっぽくね。兜割り。で、呪文で。まずここで。いや、なんもなくていいんじゃねこれ。ためようぜ。ねえ、いや、ハッスルダンスっていいんじゃね。まあ最初はもうメラス、いやルカーニだった、ごめん間違えた、違う、じゃあバイキルトだわ。これ何やってんのちょっと。143、おー結構ダメージ入るね。やめてーやめてー。247、オッケー。違う違う、ピオリムだわ。ナイス、シュグル下げた。オッケー、いいよ、溜めてる。いいね、そのため。そう、これで次倍回復してくれるんだったら節約になるってことでしょ。だからで、ドラゴン斬り、ごめん今ダメージちょっと見てなかったわもう大事なとこだろそれ。オッケーで、呪文で、これベホマラ、これ一回ちょっと節約になったでしょ。でピオリーム行こう。ピオリーム、ピオリーム、オッケー。ほら183だ。やっぱり全然違う。いや2倍とは言わないんだけど、2枚とは言わないんだけど、やめて、ジゴスパが一番怖いな。まあ、最悪、イオナズンあるから、オッケー。うわー、結構いったな。オッケー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 。はい、ナイス。215。バイキルートをまず、で、ハヤブサ斬りでしょ、特技で、ベホマでいいな。ベホマ、またちょっと待って、ベホマとベホマラで、いやベホマでいいね。こういうこういうのちょっとしたとこよ多分。でバイキルートをヤンガスに入れて、はいナイス。でベホマでこの4がね、ナイス、いいよ。終わった、早い。ここまでは早いの、こんな早かったっけ。まだまだこっからよ、こっから。一言欲しいわ。我の本気を見せたもうローゾーみたいな。なんかやばい、失敗した。待って、これピオリムかかってんのかな。まあ、いいや、眠って、でこれまさかチーム読みはないよね。ああ復活してる。うわ待って、これチーム読みいけんじゃん。これ前回これチーム読みこれできたら勝ててたんじゃねえの。待っちゃ、待って、あれこれ勝ててたんじゃね。これできなかった時ってよ、もうチーム読みってこれもう読めないんだよね確かね。違ったっけ、ここが暗かったっけ。あれ前回どうだったっけ。しかも一人いない。なんなんこれ。あ、これいけてたんじゃない。これ63、あ68、よし見よう見よう。いや待った、3人いない。おたけばけた、3人がいない。敵だった、ショック受けた。受けるんかい、お願い。ケンケンおじさん倒して。そうだよね、ケンケンおじさんいいよ。自己フラッシュ、ここや。幻に包まれて終わんのか。230強いな。スクルトどうする、フバーハ入れる？溜めてからのフバーハでどんな効果があるの？わかんねえ。痛恨！強烈！お願い、お願い当てろよ！よし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 ！いい、いいと思います。いいです。素晴らしくいいです、今の。なんだ、いけんのか、これ。まあ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 、見てみなさい。まだいますから。うわ！いない？そっか、おらんのか。え、こっちに取ってた方がいいんじゃね。次やるときこっちに取ろうか。そうだよね、死んじゃったら元も子もないもんね。
一回呼んで死にそうになったら一回引こうか。次これだから何回かやんだよね多分ね。何個かの何かをもらえるみたいなこと言ってたよね試練って。475、そんなにいけない。ちょ考えてやろう。人型はそんな強くねえ。もう分かった。56、マヤド切り54。勝てんのか。勝たせてください。コメントもう1日半ぐらいいろいろやってるからねこれね。うわー死んでもった。オッケー、やめて。幻に、これマヌーサ対策ってやっぱあんだろうな。与えられないか。いやもうなんか調べたら簡単そうじゃん。もうなんか肩押すのなんかわかんないけど、でもそれでやっちゃったら説明書見ながらやってるのと一緒じゃんって思うから、もうちょっと待って。んでこれ倒せなくて、もうでもうちょっとレベル、これ負けてレベル上げてやってあれだったらもう素直にはい、ネタバレします。こんな何回も負けてる試合見せられてもどうかと思うから。91、帰ってくるんだろ。ノーヒー。80、帰ってくるんだろ。ノーヒー。来たよ。よし戻ってきた。さあこっからでございますんで、特技ギガブレイク今のうち入れとこか。こっちは残ったもんね。で兜割り で呪文でベホまでいいと思うの。問題がピオリンが切れてんのかっちゅう問題だよねこれがね。フバーハ行こう。フバーハ全体攻撃怖いから行こう。まずはあーピオリン入ってるわ。多分入ってない。ギガブレイク。オッケー。これはね、ダメージ入るからね。これ10発いても2000、だから2700ってことでしょ？オッケー。いいと思います。だからククールのためるだよね。うわー、来た。もうなんで？ちょっと待って、待って、まあ、今回は違うから、待って。カブト割り、守備力下げた。待って。うわー一撃やられるか。まだやられんのか。特技でギガブレイクいっといて、で道具で賢者の石彫り、そうそう使います。でゼシカがザオリコ覚えてるからククルね。オッケー、ナイス。ピオリも入ってるね。まだね、多分聞いとるわ、聞いとるわ多分。もうこれ見たことあるやつやわこれ。これなんでそこ狙うん。105か。いいダメージ入る、いい回復力するもんね。でどうすっかな。呪文で、いやーもうベホマーズ一回行っていいっすか。もう一回行っていいっすか。もう一回行っていいっすか。もうで攻撃入れといて、で呪文でゼシカでザオリクナ。オッケー、行こう。マルサ来ねえじゃん。マルサ来ねえし、なんなんだこれ。ククールだけやばいのか。やばい。ありがとう。危ねえ、あー危ない。さあ立ち直した。まだ痛恨で殺されるんか。いや装備変えてこないとダメだったな。オッケー、マルサ来ねえし、もう来ねえのかよ。自己フラッシュどういうこと。ドラゴン切り行こう。オッケー、で呪文で今一旦ここで貯めてていいんじゃないですか。でここで貯めることによっていいんだと思う。ピオリミ行こう。オッケー、よしだ。で来んのかい、ここで。ここでもうなんなん、ちょっと耐えて。おっしゃ、耐えヤンガつなぎに素早さいいもんね。オッケー、200ね。オッケー貯める。なんか貯めるのもったいないな。オッケー、そこは次使っていいのかな。おっといけたじゃん。マルサ入ってるけどいけたよね。でギガブレイクは問題なかったのか。ギガブレイクをこうで、ギガブレイクなんで、特技で、おっさん呼びだ。だから、おっさん呼び入ったよね、攻撃で。入ったよね。で、ククールがまだない。グランドクロス使ったことない。ちょっと使ってみたい。どうしよう。ククールは貯めとこうか。ね。
いやだから貯めたグランドクロスどう？呪文は入んだもんね。グランドクロス打ったことないけど一回打っていい？じゃあダメ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 、20も取られるんかこれ。貯めたこと、よし貯めたこと。でゼシカがフバ入ってるからバイキルトで、アホさんオッケー、ナイスナイス、オッケーオッケー、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない。ためろためろためろ、20いった20いった。200だ、あれ変わんね、あれ貯めてもギガブレイクは変わらんのか。しゃべってところきたー、10、まだもったいない、守備力元に戻った。うまくるのねさ、おっさん頑張れ、おっさん頑張れ、おっさん何が200だからね、ね200ぐらいいくからね、5回ぐらいやれば1000超えるから、いやもうどうするよこれ。戦うヤンガス、賢者の石でいいと思うんですよ。でククールは問題だよね、貯めない、ククールちょっともったいないよね。バギクロス、これさ、特技ってさ、これなんかない、なんかすっげえサミダレ打ちとかさ、溜めてからサミの打ちってダメージ当たるかな。でもマヌーサ入ってんだよね、ニードルショット、魅惑の眼差し、最近焼けつくけど、いや呪文か、いや違う、特技、いやー取れた4か、これやってもいい1回2、ちょ1回ちょっとやっていい、そんでザオリクなんだよね、青さん行こう、オッケー、なんだよ痛恨でまだやられんのか、いや痛恨1回かけて攻撃259、20貯めたっけ、あれマヌーサ関係ないのかな、マヌーサ関係ないのかな、わかんないな、物理なのか、そこがちょっとわかんないんだよな。オッケー、もう一回来る、もう痛恨、もう痛恨やめてってマジでちょっと待って、ギガブレイク連続技じゃなくて道具で賢者の石で使いますね、呪文で、もう痛恨、もうやめて、もうマジやめて痛恨、もうなんなん、もうちょっとレベル上がったから痛恨の一撃死さえなくなったら結構ちょろいかなって俺思ってたんだ正直、すいません今で言います、俺ちょっと痛、いや違う、溶けた、それはちょろいんかなって思ってたんだ痛恨もうなんとか。でもこれ良かったのがゼシカがヤンガス、ゼシカがザオリク覚えてなかったらもうこのゲーム積んでね、もう積んでね、もうなんなん、ちょー痛恨ゲームやめてもらっていいっすかマジで、先に進めないんだもんだって。マヌーサ解けた、よしマヌーサ解けた、自己らしい、嘘だろ嘘だろ、今のはあれやろ AI やろ、今のはそういう AI やろ、たけびきた、めんどくせえラッシュきた、ナイスオッケー、ナイスファイト、ナイスファイト、ナイスファイト、お願いお願い終わらせて、もう多分これで終わりだよね、エイトってラスボスだよね、裏ボスでしょ。特技ギガブレイクで、特技でおっさん呼び、マヌーサ入ってんだよな、おっさん呼びにするのか、道具で賢者の石行く、いや待ってよ賢者の石、まあ行く、じゃおっさん呼び使う、いや道具で賢者の石行こうか、ねククールをここで貯めると、で呪文でバイキルト、いらなくね、もうこれ貯めるか、ゼシカも貯めてメラゾーマ打ってみっか一回、じゃあ、いや意味ないやつ、あいやまあまあ、いや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 全開になったからいいわ、何来んの、炎は仕方ない、フバーハだったがやめて、よしよし、いいと思います、それでいいです、もうスクルトは、あれスクルト貯めた貯めた、OK、
って、もう顔がもう超お腹痛いの我慢してるみたいな顔して。で戦う特技、ギガブレイク特技、おっさん呼び、どっち？おっさん呼びだよね。で自分でベホーマ、ここでベホーマラーですよ。でここでゼシカ姉さんがためたメラゾーマ、もうメラゾーマ絶対入るもんね。入る人だって入るよね、入るよね。165、微妙。もうちょっと、もうなんなんこれ。前回よりひどくね。ちょっと待って、もう前回よりひどくなってね、これ終わってくれよ、もう頼むから終わってくれ。うわ、しん、どうしたらいいのこれ。おたけびやないわ。いや参ったな。あ、これなんだこれ、命を嘆き仲間全員を生か、あ、メガザル。あ、でも MB72 もかかるじゃん。これあれか、なんかなんだっけ、なんか魔物でたまにいるよね、自分が死んでも味方蘇らすみたいな。でもこれ72かかるんだけど、これ意味ある？ギリ72なんだけど、これあれなのかな、72と72だから今使えってことなのかな、ぴったりだから。よし使おう。でためよう、メガザルだこれ。なんかさ、なんかの魔法、いや、またちまった、これ全開じゃないんじゃね。え、これベホマラ打ったのが良かったんかな。初めて使った、これ全開。お、全開だ。オッケー、いやー、うー、もうちょー、もうどうすりゃいいのこれ。ナイス、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 いいよいいよいいよ、オッケーオッケー。もうお願い、もうラスボスちゃんはもう今回で終わろうぜ。マジ終わろう、マジ終わろう。痛恨が痛いな、痛恨が。もう自己フラッシュはいいわ、もういい、もう想定ない、もう想定ない、もう分かったから。もうそれも鬱陶しいな、それもやだな、やめて。まあまあいいでしょ。まあいいや。眠って特技、ギガブレイクいって呪文でこう貯めとこう。ふー、バイキルトもないのよね。貯めろ、貯めろ、貯めよう、貯めろ。20までいった、ギガブレイク、オッケー。279、これしかなくね、ダメージソースこれしかなくね。やめて、ずるくないそれ。やば、いやー参った、いや待った、いいかいいか、いや待った、腰抜かしとる。ミラクルソード、はや、マヌス入ってんだもんね。ランガス道具で賢者の使う、オッケー。ギガブレイク10発入れば3000ぐらいいくのか、でも1万ぐらいありそうだよね。もうちょっとマジやめて。賢者なし、いいと思います、いいと思います、いいと思います。もう痛恨だけ勘弁して、もうちょっと待って、おー耐えた、あー耐えた、もうずる、もうそれつ、おお、やりやすい、超いい、超いいんだけど。ヤンガス、よくやったよくやった、ヤンガス、ヤンガス、ただヤンガスどうやった、おっさん呼び使えねえ。ヤンガスどうすんのこっから。
ヤンガスも賢者の石でしかなくね。呪文、え、どうする、え、どうしたら、今あれでもなんかどうしたらいいのかわからなくなっちゃった。え、どうするこれ、ヤンガス呪文ね。え、待った、どうすりゃいいんだこれ。ヤンガスかで呪文で、メラゾーマ、オッケー、お願い、これでもうちょっとダメージ入ってくれるかな、よかったんだけどな。93、でもまあオッケー、オッケー、なんとか立ち直った、ちょっとなんとか立ち直った少し。でも痛恨がな、ヤブレイク、レホマズン使えなくなるのか。おお、いった、よっしゃ、やったやった、終わった終わった終わった、見事だ、さすがバラ龍神族を救った、いやー終わった、よかった、約束通り褒美を取らせよう、佐野さんもの選ぶがよい、あー終わった、待って、なんだもうなんだこれ、錬成ガマを強化する、どうする、強化ってどういうこと、もうなんなん、ちょっと最後の最後のそれ、すごいチームモンスターをもらうってどういうこと、どういうこと、すごいチームモンスターをもらうってどういうこと、てか少なからずあと1、2、あ、じゃあ1個でやったとしても1、2、3、4、5回戦うの、まあでもレベル今の感じは倒せることは倒せるよね、だからあとなん、その強さが、竜神の剣ちょっと欲しくない？竜神の剣ちょっと見ていい？これもらおうぜ。はい。答えよう。え、これ以後もう、え、これ終わりってこと？じゃあ。終わりじゃん。竜神の剣を手に入れた。しかし、竜の試練はまだ終わったわけではない。さらなる試練の一旅。里へ戻り、再びここに来るがよかろう。ん？その時に私もさらなる力を解放して、お前たちの前に立ちかかるであろう。さらなる力？え、なんかあんの？え、これで終わりでいいんすか？どうし、え、もういいっす、どうしよう、もう一回来たらいいの？もうネタバレ解禁してみる？わかん、どうする？え、もう一回だけ来る？え、もう一回来た方がいいの？そっからネタバレがいいの？どうしようかな？あ、終わった。ちょっと待って。装備。うわ、来た。攻撃力107って強いんか、これ。あれ、そんな強くねえぞ。あれ、そんな強くなくね？あれ、そんな強くなくね？あら、待った！はぐれメタルの方が強いじゃん。ちょっと待って、うわ見て、かっけー、超かっけー、なんだこれ、もうちょっとちゃんと見せて、あーめっちゃかっけー、なんか竜、あーかっこいい、なにこれ、めちゃくちゃかっこいいんだけど、ちょっと曲がってる感じが、あーめっちゃかっこいいんだけど、あーめっちゃかっこいい、え、見た目も全部変わんのかな、あーちょっと欲しいな。さあということで今回は、いや、やっと勝てた、やっと勝てた、いやこないだのもうちょっとだったのかな、1万はなかった臭いね。8000ぐらい？ちょっと見てないけど。うわ、めっちゃ嬉しい。勝てた。さあ、ということで、今回この辺で終わりたいと思います。ちょっと勝利のね、ビッシュでも。お酒でも飲みたいなと。いや、喉いっちまったわ。ということで、今回はこの辺で終わります。よろしければ、チャンネル登録、そして高評価などもお願いしますね。それで皆さん、お疲れ様でした。バイバイ！